はい、おはようございます。なんか肩がなんか調子悪くてなかなか起きられなかったの。なんか胸の下がなんか痛いですね。とりあえず軽く散歩に行ってきます。では、月曜日は燃やすゴミの日です。はい、今外出たけど眩しすぎてダメだね。目開けてられない。帰ります。今血圧を測ってますけど、今日の血圧は多分至って普通。はい、今ゴミ捨てに行ってきたんだけど、今日は散歩行けないね。えちょっと太陽が眩しすぎてもう目がこれです。多分今日外に出られないですね。はい、うん、で今いろいろ目の病気とかもう一回調べたんだけど、紫外線とかで全然ダメです。なんかドキドキするんだけど、目覚めとかはそうでもないんだけど、息苦しいというか、だから今日も横になってます。ちょっとこう目が開かないと何もできないです。はい、はい、そんな感じです。俺は洗い物溜めちゃう方なんだけど、これ1日分の洗い物ですね。マジ洗うのすごいめんどくさい。で、無印のスポンジが泡立ち悪いんで、なんかいいスポンジがあれば教えてくださーい。おはようございます。なんか昨日夜、一日体調悪くて寝てて、で昨日も夜9時ぐらいからずっと、まあ何回か起きたんですけど寝て、今8時ぐらいですね。ずっと寝てました。昨日はお酒もちょっとだけしか飲んでなくて、まあ、ぐっすり寝れたかなと思います。で今外見たら太陽すごい出てて、ちょっとまた目やられそうだけど、ちょっと散歩チャレンジしたいと思います。じゃあ行ってきます。やっぱりちょっと眩しいな。うん、いやきつい今日は。このサンダル、見た目はトイレのサンダルみたいなんですけど、サンダル時代からほのかに石鹸の匂いがする素晴らしいサンダルなんですよね。はいはい、短い距離だったけど朝散歩から帰ってきました。で朝食ですね、バナナとプロテインと、あと EA。 これ食べていきたいと思います。では、なんか YouTube で朝バナナはいいらしいって言ってたんだけど、俺にはちょっと重いな。さて今日の血圧はどんな感じですかね。今現在体調あんまり良くないんで、どうなんでしょう血圧。至って普通。はい、飯も食べ終わって今日どうしようかなと思ってるんですけど、ちょっとね、目が追いついていかないというか、ちょっと無理して外出るか家に引きこもるか迷うんですけど、ここがいつも迷うとこで、外に出て悪くなって帰ってくるか良くなって帰ってくるかがちょっとわからないので、で血圧測ったら普通だったんですけど、難しいですね。もうちょっと様子見てから外出ようかなと思います。ちょっとつまんない動画ですけど、まあこんな感じでよろしくお願いします。